ね、寝ながらちょっとこうやって痛い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 。はい、こんな感じですね。はい、1日目はこんな感じです。ここが伸びないかな。3日目です。ということで3日目進んでいきたいなと思います。痛いところはそんなに多くなくなってきたかな。プラスアルファでちょっと先生に、ね、教えてもらったかな。はい、痛い壁を後ろの足で押さえつけてからのこれ、ここが下がって、もう痛い。はい、ということで全部終わりましたので3日目の売却チェックいきます。行かせていただきます。あ、はい、あ、でもだいぶ昨日より下がった気がするな。ということで4日目いきたいと思います。はい、4日目ですね。どんどんいきたいと思います。痛いところもなくなってた気はするな。だいぶ柔らかくなってきてんかもしれないね。じゃあ、OK、4日目の柔軟終わりました。ということで柔軟チェック4日目やっていきます。もう突き返りかな。はい、だいぶ良くなってきたかな。反対いきます。左前の方が全然いけるな。もうちょっときつくなってますけど、無理はしないでおきましょう。はい、こんな感じですね。じゃあ次5日目いきたいと思います。はい、5日目です。だいぶ覚えてきたので事務所である程度のことをやっといて、匠先生がアドバイスいただいたやつをちょっとやって5日目の柔軟計測やっていきたいと思います。じゃあちょっと頑張ってやっていきます。いけるとこまでいきたいと思います。あー、きついなこれ。じゃあ反対もいきます。太ももがね、すごい突っ張ってる気がするので、太ももを柔らかくしてからまたもう一回同じことをやりたいと思います。じゃあ、はい、次反対。あ、痛い。あ、せい、痛い。これ一番痛いな。はい、ということで5日目のね、柔軟おしまいです。ということで柔軟チェックやっていきたいと思います。じゃあ右から測らせていただきます。おおおおおお、でももう座りそうな気もするな。おお、いい感じ。おお、すげえ。ちょっともうつきそうな気はする。はい、次反対。もうちょっとやけど、でもね、だいぶね、ここが開いてきた気がする。ということで6日目、明日はちょっと土曜日なんでね、どこでできるかちょっと分かんないんですけど、また6日目頑張っていきたいと思います。